よし、やっていくぞ。また、ちょっと待って。あ、シークを使っていけっていう感じか。待て待て、お金がそこまでないんだよね。7レベやろ？訓練所。12までしか上げれないから、これは飼育じゃなくて、あ、インパでもいいんだけど、ダルニア使っていくか。え、でもインパのね、さっき手に入れた武器を使ってみたいんで、前回手に入れたじゃないですか。あれをね、使ってみたいから、インパ使おう、もう一回。よし。まあ、目的はね、クリアするとこにあるからね、ストーリーを。OK。てててててん。てててててん。OK。で、必殺技ゲージが溜まりやすくなる。これいいね。よし。じゃあ、行くかい？でも、雷がよく効くんだよね。そこに水で行っていいのかっていう感じはするけど。まあ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 。頑張っていくか。これ大五郎水属性強化がついとんか。なんかつけてもよかったかな。まあ技物大五郎でいこう。妖精に助け水の神殿か。ゾーラのルト姫が囚われているというデスマウンテンに向かったインパたちはゴロン族の長ダルニアと戦って勝利しました。正気を取り戻したダルニアと助け出されたルト姫の話にインパは耳を疑います。水の神殿に開かれた不気味な扉から魔物が次々と生み出されていて、それにゼルダが関わっているというのです。ゼルダが悪に手を染めるはずはない。ダルニアとルトを味方に加えた一行は不審に思いながらも水の神殿に向かいます。ダルニアさん仲間になったんや。ところが彼らを待ち受けていたのは悪に心を支配されたゼルダだったのです。そういう感じですか。戦況ゼルダの撃破ダルニアルトいずれの敗走いずれかの敗走ゼルダクエスチョンマークっていうことはもしかしたら違うのかもしれないってことか。また BGM 全然違うな。ハイリア湖畔はぁ、あ、かっこいい。体験がスーパーかっこよくなっとるやん。ほい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 うらえよーしいいね。今んとこ3キャラ使ってきたけど僕インパ結構好きかも。やっぱ体験ってちょっとかっこいいんだよね。あと気になってるのはダルニアやな。ハンマーそういうねダイナミックなキャラクター好きなんだよな。まあリンクももちろんかっこいいんだけどね。よし行くか。ルトを救出しろ。 OK。おい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 おれおれよ。よーしかっこいい。おい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 ねえこっち。わお食らえ。よし、やってやったぜ。
結構ダメージ食らったな。おお、今のシークの攻撃か、それともゾーラ姫か。ゾーラ姫って懐かしいな。おい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 、めっちゃ俺なこいつら。オッケー、まだ死なない、よし。てててててて、あ、ルートあそこにおるんか。了解了解。とりあえず拠点兵長倒して、てててててて、こっちだね。めっちゃ頑張っとるやん。おい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 、ドライどこしゃい。みんなのやる気が下がっている、なんでだ。あれは本物のゼルダ様ではない。確かにな、そんなことをするのはおかしい。おいおいおい、古城の砦に進軍。オーケーオーケーオーケー、任せてくれ。ハテナ軍、何やハテナ軍って。あ、ゼルダか。よし、オッケー、先に取っちゃうぜ。ほらよ、かっこいい、ほんとかっこいいな。でもこれ女の子キャラやろ、なのにこのダイナミックさ、さすが無双。よし出た、ほい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 、プレイいいよ、スムーズだね今んとこ。ほい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 、いいね、よいしょい。もっとレベル上げてサクサク いけるようにしたら半端ないな、爽快感が。うわっ、めっちゃ士気下がっとんやけど、こっちのどこにいるんだゼルダは。おいおいおい、どこしょい、ブレッ、すげえ、よし、てててれて、育ったなこのキャラも。神殿前の砦を制圧、よし、何が出た。封印の武器が欲しいんだよね、封印された。出た、封印された武器、 OK。 よし、これで水が引く。すごいな、だってここの上に一人敵がいいんだけど、誰だ。ほら、おい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 、よし、お、武器が手に入った。
水の神殿行きますぜ。あーこいつらか、厄介やな。炎避けるのは厄介だ。消えて、おいしい。まだいる、こいつ。よし、上に上げて、そこから追撃。いいね。めちゃめちゃおるな。くらえ。おいおいおい。よし。おいおい。そんな鏡があるのか。しまった。何？ゼルダの策略だと。策士め。これ。オッケー。てててててルートどこにいるんだ。こんな鏡なんかに。引っかかるからだよね。よし、またあれポー出てきたぞ。おい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 、やばい。なかなかやるやないか。ランタン攻撃。おいしょ。ほら。ブレイブ。またつまらぬものを切ってしまった。でね。よし。すべての水門って四つ角かな。四つ角か。お、いけない。あの小部屋どうやって行くんだろうね。おいおいおい、よいしょ。オスタルチラ出たか。一回戻ろうかな。やばいよ。硬い。よし。オッケー。一旦後ろ戻ろう。ふぅ。厳しいな。こっからはランニングタイムだね。お、いろいろある。どこだ？ここら辺なはずなんだけど。どこだ？ここか。あったあったあった。あ、ブーメランね。オッケー。よし。オッケー。あそこどうやって行くんだろうな。水門には、とりあえず仲間についていくか。こっちか。よし、ほらよ。破壊したよね。オッケー。めっちゃ士気下がったんやけど。よくやってくれるぜ、ゼルダクエスチョンさん。お、あった。ほいほいほい。よし。
あとはこいつか。おい、オッケー。で、こっちか。みんなについていったら早いな。おいしょい。からの、どこいしょー。そしてわっしょい。これで終わりだ。気味が悪いな。みんなが緑になりよったら。おいおい、まだいる。よし、ほい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 、ほらえ。まだいるか。よし、あ、ここだここだ。いいよ、あった。よいしょ。水門のスイッチってどんだけあるんだろうね。とりあえずこの砦を制圧したらいいんでしょ。大苦戦か。待っててくれ。こっちも急いでんだけどね。砦ボス、あ、おった。おい、オッケー。よいしょ、ここは制圧したぞ。あー、なるほど、こういう仕組みになってんのか。やっとわかった。先に砦取っちゃおう。続けて残りの制御スイッチを起動しよう。 OK。 おいおい、でもやっぱこういう制圧するときはリンクが一番手っ取り早いね。あの回転切りがあるから。よいしょ。どこしょい。 OK。 あとはこいつ。おい、ふう、お、出てきた。ペペペペン、よし行くぜ。やばいな、あれ中央地点取られるか。よいしょ。え、ダルニアも援護しないといけないのか。ダルニアのとっちゃん頑張ってくれ。待ってろ。まあそこまでやん、戦えとるやんな。ほい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 、おっしゃい。これで OK か。これで終わりだろ。かっこいい。よし、 OK。 右下の砦で取られそうやね。まあ信じるか。こっち側の水門制御システムを作動させなければ。テリテテン、あ、ちっさ。ウェポンか。よいしょ、敵を集めて。おいよ、
ほい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 、これが一番いいような気がする。この攻撃が、それともこれか。あー、これやな。ワイ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 や。ほい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 、よし来た。ほい、オッケー。ふう、やっとだぜ。あと一つか。ルト敗走、もう戦えぬだと。何、嘘だろ、敗北した。さあ難しいな。途中からやり直すか、チェックポイントからやり直そう。あ、こっから、いやー厳しいぞ。っていうことはだよ、ちょっと分かったことがあって、ここら辺の敵は一回スルーして行った方がいいのか。ちょっと待ってろ、それを確かめてみよう。おいよ、おいおい、よくしょい。 OK、 見つけたぜ。おい、男性の部屋を制圧しろ。 OK、 よし。まあここら辺がね、まあ同じこと繰り返すんで、まあ気になる方はね、ちょっと早送りしてください。まあ僕は無編集基本なんで。よし、 OK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 。 でこっからだ。で召喚書おるか、召喚書をとりあえず倒して、いいよ。てってててて、もうまず四つ角を攻めることに専念しようか。でもルト厳しいな、もう体力半分ぐらいになってる。あのゲームパッドの方を見たら、おい、スタルチラ出た。ここ制圧したら一回スタルチラ取りに行くのと、中央のね入り口の仲間を援護しに行こう。おい、うれん、まだこれでもゲージが足りないか。よし、なになになに、さっきも同じこと言ったけど全然やん、戦えてたよね普通に。よし、まあとりあえず先にスタルチラを取りに行きたい。なんだこれ、ブーメランか。おるよ、よし、走っていこう。あ、でも結構やられてるな。まあちょっと待ってろ、もう大丈夫。え、逃げただけですよ。ほらよ、ちゃんと倒してくれないとね、ダルニアさん。待ってろ、通った。 OK、 これよ、よし、みんなが集まってくる前にこいつを倒したい。 OK、
やったな。おいしょ。まだいるか。結構おるな。おいよ、おいよ。まだいる。おらよ。あと一人。よいしょ。ほいほい。よし、オッケー。左下取られそうやな、あれ。大丈夫か。まあ、大丈夫ということにしとくか。しかし、ここ。めちゃめちゃ敵おるな。おい。よいしょ。普通でこの難易度やろ？っていうことは難しいんだったら相当難しいんじゃないかな。やばいやばい。ルトさんあと3分の1しか体力ない。 OK。 シークはまだ体力あるね。頑張れ、みんな頑張ってくれ。おい、よいしょ。急げ急げ。あ、やばいな。ウトの体力がどんどんなくなっていってる。ほんとこのままではだよ。男性の部屋陥落の危機。やばいな、急がないと。もう一回取り直すのはちょっと厄介やぞ。おいおいおい。 OK、 宝箱が出た。てってってれてー。よいしょ。 OK、あとは南東の砦だけか。ん？じゃなくてこの下だけやればよかったのか、もしかして下の2つだけ。あれ？その説が高いな。バカなことしちゃったぜ。よし、オッケー。ほいほいほい。まだいるか。これでルトを助けに行けばいいんだ。オッケー。ビッグポーは一旦ほっといて、次にルトを助けに行くよ。ちょっと体力が減りすぎてるから。あ、ボンバーいた。よいしょ。待て、ルートはどこだ。お、体力回復したか。 OK。 おい、よいしょ。もう合流したよ。 OK、いいね。よいしょ。ルト戦線から離脱。おいおいおい、ここで女王様になったよね。女王様っぽいとこ出してきたぞ、ここに来て。よいしょ。ふぅ、今回相当大変やったな。お、ゼルダ。ゼルダ。心を操られてんのか。
試してやるよ俺が。本当にゼルダなのか。よいしょい。なぬ。ほいほいほい。うわ。やるな。ガードせな。ほい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 。おい、やるなこいつ。一回この瓶開けるか。しかもタフネスもある。タフなやつだ。おいおい、よいしょ。一回瓶取るか。ボムのやつやね。ボムのやつじゃなかった。これだ。よし。オーケー。うおー、危ない。オーケー。ふう。強いな。おい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 。何してくれてんだ。よいしょー、これで終わりだ。これ何やったっけ、懐かしいな。あ、ビズロ。なぜなら、やっぱり。え、なぜ隠してたんだ。ゼルダを探してリンクはね、旅に出たのに。どういうことだ。何の意図が あるんだ。いやー、今回は長かったね。一回死んじゃったからね。いやーって本当に嵐のハープ、ハープ、いいね。オッケーオッケー、いいもん手に入ったな。ってことで今回はね、ここら辺で終わりたいと思います。ラナ、これ全部集めたいな。白金の再建、ゼルダの武器やね。よし、やっとリンクだ。うん、ってことで今回はここら辺で終わりたいと思います。ガチョッツ、次回お楽しみに。